前回のボンボンクラフト噴水チックなものもあるからね、本当なんかコラボレーションしたようなものを作りたいなと。水が落ちてかつ、はい、ジャジャンに入ってくみたいな。私が飲むということですね。そうカズさんが出したよだるよジャジャン。違う皆さんこんにちは、ボンボンクラフトのお時間です。さあ、はい、始まりました。お相手は私、ジャジャン菊池とジャジャンカズクラです。よろしく、はい、お願いいたします。カズさん、はい、もう第3弾でございます。いやー、いいのかなと思って、はい、こんなね、トントン拍子に、はい、ね、行くようになっちゃって、はい、多分編集も楽っていうね。そうです。みんなはちょっとここら辺はよくわからない世界だけどね、はい、結構そこまで考えてくださってるという、ね、非常にやりやすい、はい、今回のボンボンクラフトでございます。はい、はい、で、今回作るものはということなんですけども、うん、どうなさいます？そうですね、ここもやっぱね、はい、リクエストが結構多かったっていうことで、はいはい、そうですよね、この顔もリクエストだったんで、はい、福井県らしいもの、いいですね、カズさんといえばの福井県の要素を入れていきたい。ほんでもう みんな好きでしょ？好きですよ、ね、恐竜ね、好きでしょ。みんな好きなんですよ、はい、恐竜って言ったら。え、恐竜なんですか？そう、福井県と言ったら福井の駅前なんかも恐竜一色でさ、もう本当に椅子があると、はい、2人掛けの椅子、はい、あると普通2人座れるでしょ、はい、片方にあの恐竜が乗っかっちゃってて、あの1人しか座れない。あるぐらいとんがっちゃってるの、福井県は今。写真撮る用のなんか、そうそうそう、そうそれホームにもあるし、もう邪魔みたいな。いいですね、恐竜行きましょう。そこまでとんがっちゃってるからね、はい、この世界でもちょっと恐竜作り行ってみたいなと思います。はい、行きましょう。はい、まだマイクラ歴が浅いということで、ま、何でもですね、骨格から作っていくといいんですよ、これ。わかりました。マイクラってどうですか？これ、貯金箱とかですか？貯金箱、違いますね。あの、完全にあのボディですね。恐竜の。こっから、要はあの、肉付けをしていくことで、はい、あの、出来上がっていくんですよ。巨大恐竜が。そう、巨大恐竜が出来上がっていくということで。わかりました。綺麗に行きましょうか、こっから。はい。底半、足半に分かれていきましょうか。部分に分かれて。部分に。各々分かれてね、巨大恐竜を目指して作ると、はい、じゃあカズさん足いきます、はい、じゃあ手責任持って、はい、分かりました。あの、手お願いしますよ、はい、手いきます。足はね、結構簡単だからな。こっちもうちょっとできそうですね。あ、まだ見んといてでもちゃんとしてる、確かに。まだ見んといてね。あの、できました、こっち。あ、本当ですか。ああ、まあ、今バランス考えてるとこなんですね。あまりにもちょっと小さすぎて表現しきれないですよ。じゃじゃん、これはひどいですよ、なかなか。表現できないんですよ、ちっちゃすぎて。これはひどいですよ。なんかもうちょっとでビームとか出そうですよ、これ。大丈夫ですかね、これ。あ、これで。はい、はい、できましたね。はい。あー。今、できました。あ、いい感じだと思いますよ、これ。ちょっと横から足含めてちょっと見てください。まだなんとも言えないですね。まあ、まだ。尻尾と顔か。そこら辺作ればバランスは成り立ちますよね。はい、顔を任せてください。顔の方、それから大迫力の顔を、はい、なるほどね。恐竜らしいやつをお願いします。尻尾は結構いい感じですよ。いい感じですか。はい、ちょっと手見てきたんで、ちょっと心配。ここ夢の国だよね。夢の街でございます。す、夢の街だけど本当申し訳ない。え、申し訳ない、うん。今回だけはちょっと怖い感じにね。そうです。もう大迫力のちょっと怖いかもしれない、これは。いい感じですよ、今回。お笑い要素とかなくて、本当に今回は申し訳ないな。リアルの、はい、ありがとうございます。結構リアルですね、これ、はい、いや、今回も本当にいいもの作っていきますから、はい、期待してください、皆さん、はい、大迫力の巨大恐竜が、ね、大迫力の巨大恐竜現在に蘇った、すごい出来上がろうとしています。いや、怖いだろうな、みんなね。ちょっとお子様はちょっともしかして泣いちゃうかもしれない、ね、恐竜博物館とかもあるんですか？ありますよ。ええ。ちょっとありませんけど。ちょっと。まだ。まだって。まだ、ね、うん、まだ。もう何歳ですか？今。どんだけ住んでるんですか？今年ゾロ目になろうっす。今年ゾロ目。結構、うん、カスさんってずっと福井に住まれてるんですか？そう。あ、
もう生まれてから、うん、そう だからあのでも東京に毎月ね、そうですね、毎月のように来られてて、あ、これできたじゃないですか。できた、じゃじゃん、はい、できたんじゃないこれ。できたんじゃないこれ。そしてはい、ということで、はい、福井の巨大恐竜を今回は作りました。はい、見ていきましょう。こちらです。じゃじゃーん。じゃじゃーん。怖っ。ギャーオウギャーオウ。いや、効果音で何とかなりますね。効果音で。いや、ちょっと僕、鳴き方間違えました。何ですか何ですか。キャンキャンキャン。大きさ的に。いや、もうこんな怖いもんないでしょう。周りもちょっと見てきました。口の中この赤くなっててね、え、はいはいはい、ねえ、こだわってますよ、その細部にまでね、はい、ちょっとカズさん、はい、顎に赤が出ちゃってるんですけど。顎に赤ちょっと、そう、その下から覗かないでねとかね、喉が出ちゃってる。その夢の国もさ、裏側から見ちゃダメじゃん。ね、夢の国、ケアしてありますね。夢の国ね。マジケアしてありますから、ね、ちょっと待ってみんなの夢潰すとこだった。そう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 、そういうことかな。そう見てください、この顔、アホ面。すげえアホ面。なんでこんなアホっぽくなるんだろうね。ジャンさん、はい、僕のこのこだわりもちょっと見ていただけると嬉しいんですけど、どちらですか足元ですね、これ階段ブロックを使うことで、ちょっと爪っぽくした、それだけちょっと押しておきたかったんですよ。そうですね、はい、出し切れました、今回全てを出し切りましたね、全ての技術を出し切りました、はい、出し切れましたね、はい。はい、ということで、はい、今回は福井の恐竜、巨大恐竜、はい、巨大でしたね、本当に巨大超ハイクオリティ恐竜を作りました。 ね爪から何まで、なんそうですね、こんな短時間で、はい、ね、作れました、はい、ということで今回のこちらの動画良かったと思う方はぜひグッドボタンを良かったら思って、みんなグッドボタンを押してください、ね、少しでも良かったと思ったらグッドボタンを押してください、はい、グッドボタンを押してください。またチャンネル登録を押してない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。お願いします。ということで、はい、カズさんと一緒に巨大恐竜を作りました。次回もまたご視聴ください。それではさようなら。さようなら。